ですね。Thank you.
ょっと一旦クーリングします。いや、本日もご視聴いただきありがとうございました。 GoPro がここでもうお亡くなりになられて、この後ずっと静止画のまま音声だけ撮られていたような状況でした。結果この日これ以上いいタイムは出なくて、2分3秒20
5周目ですね。これが一番いいタイムではありました。まあ、個人的には半年ぶりだったので、まあ、2分5秒以内で済めばいいかなって思ってたんですけど、まあ、なんとか2分3秒まではいけたので、この日は良かったかなと思います。まだ6月ぐらいにもう1回ぐらい行きたいんですけれども、なかなかちょっとスケジュール合わなくて最近ずっと行けてないっていうのもあるので、まあ、次あたりちょっとタイヤとかも変えてすごい攻めれる状態で富士攻めていきたいなと思います。この日24時間配信してて、携帯の方でも配信をする予定だったんですけど、1周目のアウトラップ終わったあたりで配信が切れてました。マジで見てた人申し訳ないです。ただまあ次もまた走りに行こうかなと思いますので、こういう動画撮っていきたいなと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。また車で走りに行きます。今年は峠とかにも走りに行きたいと思うので、またそこら辺の Vlog も上げたいと思います。ではこれからまた動画作成も頑張っていくのでよろしくお願いします。ではまた会いましょう。リムでした。またね。